要往地狱走。逆流前去，霊峰フィンブルベトル、魔界にも天界にも通じるって言い伝えのある鉱山だ。魔界への入り口、その名もゲイツオブヘルは、その山のどこかにある。正確な位置は誰も知らねえ。本当にあるのかどうかさえ定かじゃねえ。だいたいあの山が神様みてえに崇められてるのは、近づこうとする人間をことごとく拒むからだ。登ったやつが遭難するのは当たり前。飛行機で近づいて墜落したやつも数知れねえ。まあ天国か地獄かどっちかに行けるのは間違いねえってことだ。俺は麓の町ノアトゥーンで待っててやるから、とっとと用事を済ませて戻ってこいよ。町での宿泊費はお前持ちだからな。待ってる間に俺が合流してても文句言うんじゃないぜ。いいご身分ね。人に操縦させて自分だけドリンクのサービス付きなんて。バカ野郎、飛行機借りるのだってタダじゃねえんだぞ。代金はお前がスパイクのやつに払っておけよ。おおおおおお、何してんの。見えてきたぞ。あれが霊峰フィンブルベトルだ。噂を知らなきゃ綺麗な山だが、なんだか死にたい奴を呼び込んでるような不気味さがあるぜ。なんだ、急に曇ってきやがったぞ。途中下車させてもらうわ。奥さんと子供たちによろしくね。なんだと？おい待て！ふざけるなよ！俺は操縦なんかできねえんだよ！ああ！もうどうしたらいいんだこれ！ジャンヌ、すぐにお迎えに行くから、いい子で待ってるのよ。Thank you.
OK， 然后现在就是要去救真德啦。然后呢，我们要先去那个地狱。对，先走，要跟到地狱。因为场景做得很漂亮，女中是谁？眼镜谁？好像之前都打过。我手脚的搭配呢，其实依照个人喜好就可以了。因为每个人所搭配出来的不太一样。我是喜欢两边都一样的。血哦，血条好像我没有特别去提啊，反正魔力倒是提了不少。呜呼，看你掉下去。有蛇的状态比较跑比较快，之前一开始在玩这边的时候打得挺累的。二代很久之前有实况，当时的画质没有，所以当时我还没换 CPU 啊。呜呼，刹车。哎呦哎呦，卡住了。
到处破坏。要收集这个，然后才会出现。目前没有带饰品啊。没。超常小鬼。この調子じゃいつになったらフィンブルベトルに着くんだか。ま、退屈はしそうにないけどな。あれ、俺の姿が見えるの？楽しませてもらったわ、小さな魔術師さん。へえ、それじゃ。ショーのクライマックスを飾ってもらおうか。この野郎。チップが欲しかったらもう少し腕を磨かないとね、ボーイ。お前何者だ。不思議の国に迷い込んでトランプの兵隊にいじめられそうなか弱い女の子よ。ふざけるな。お前どうして俺の姿が見えるんだ。坊やと同じ場所にいるからよ、プルガトリオ。プルガトリオ。それより坊や、さっきフィンブルベトルがどうとか言ってたわね。お前には関係ねえ。いいか、俺の邪魔はするな。今度はこいつで消してやるからな。ジョーカーみたいになっちゃうの？ちくしょう。やべえ、騒ぎすぎて見つかったか。
哇，重玩这样重玩蛮感觉超简单的。鞭子超好用啊，跟以前的鞭一代鞭子比起来差太多。我刚解开的东西呢？生意気な坊やならあっちへ行ったわよ。そう、ノアンカランザン、カルマキュレイスコチーム、ラオアクサクス、オアンコサン、アクトワスカン。ああ、ボーラン。脸长在剑上面。搞得跟刑天一样。看起来超蠢，那他在挥剑的时候头不会晕吗？那挥剑的时候头一定超晕。会有离心力，他不会吐。好蠢，哦，这么大只我一样可以把它拉来玩。虐待它了。哦，全身的，哇，超恐怖的，天哪！加冕。仙宫发熊，发熊，好难念。哎呀！
鞭子比较适合打全体战，敌人越多的时候很方便。したの？ママにも言えないようなこと？さあね、記憶にねえな。それよりさっさとこいつを始末しろよ。お前が散らかしたゴミだろ。それが人にお願いをする態度？怖い天使にお仕置きされるわけね。うるせえ。仕方ねえ、取引だ。俺を助けてくれたらフィンブルベトルまで道案内してやってもいいぜ。お前が一緒なら俺も山へ行くのに都合が良さそうだ。いい坊や、取引っていうのは自分が優位に立った時にするものよ。取引できるのは私、切り札は私の手にあるのよ。だぜ。そのカードは俺の力で。くそ。あんたが何者で何をしにあの山へ行くのかはこの際どうでもいいわ。おもりくらいならしてあげるからさっさと案内してちょうだい、坊や。待てよ。案内する前にお前に一つ条件がある。俺は言ったでしょ、取引は優位に立ってからするものだって。まずお前はやめなさい。レディに対して失礼よ、坊や。だったら坊やもやめな。いいか、俺にはロキって名前があるんだ。自分も名前くらい名乗ったらどうなんだよ。おい、名前聞いて。ベヨネッタとセレッサ、どちらがお好み？セレッサ？セレッサってからかよ。決まりね。さあ、行くわよ、坊や。おい、俺の名前は？あんたが男になったら呼んであげるわ。好像拿的都是补血的。
아유. 아, 된다. 아예 된다. 打超招的功夫，ついてきな。ちょ、待てよ。冗談じゃねえ。お前みたいなごついのとデートなんて寒気がするぜ。过后场景破坏了。
下。のものって何のこと？忘れちまったね。いって。まあいいわ。それより坊や、あんまり私の足を引っ張るようなら契約解消よ。あいつらとことを構えるなら、自分の身くらい自分で守りなさい。なんだと？なめるなよ。カード遊びならもう飽きたわ、坊や。こんなことまでできるね。まあこれなら足を引っ張ることもないわ。坊や、しばらくここでおとなしくしてなさい。いかがでしょう、君の仇に間違いありませんね。あの顔、忘れるものか。还不错。比之前更短。こいつは運命の赤い糸のお導きか。フルールド・ラレーヌ、その香りはネリネ。またの名はダイヤモンド・リリーだ。ネリネは海の女神の名前に由来する。この町にぴったりだ。ルーカ、猫扱いするんじゃねえ。俺の名は、そう、ルカだ。久しぶりだな、ベヨネット。相変わらずね。どこで見つけたのか、変なメガネまでかけて。こいつか。日本で見つけたうまい酒を手土産にローダンに頼んだ。ちょっとな。それより勘違いするなよ。お前を追いかけてきたわけじゃねえ、今回はな。お前についても謎はたくさんあるが、まあ女ってのはどいつも謎だらけさ。
ともかくお前がここにいるってことはどうやらこの町は当たりだったようだな。何の話かしら。おいおい、とぼけるなよ。500年前に絶大な力を振るったルーメンの賢者とアンブラの魔女、それぞれ光と闇を司る世界の目で世界を観測し、創造主として訓練していた一族だ。だが俺は突き止めたのさ。その世界の目が人間に与えられる前は本当の創造主が持っていたものだと。混沌の神と呼ばれたこの人間世界の神様かな。混沌の神。俺の調べではここノアトゥーンがその神様の住んでいた町だって話だ。だから三位一体世界のそれぞれをつなぐ扉がここにあるわけだ。天界への扉、ヘブンズドアと魔界への扉、ゲイツオブヘルだな。聞いたぜ、お前ジャンヌを。なんだ。ダメぞ。お前羨ましい。いや、恐ろしいところに嫌がるな。ペットを連れて旅行か。この町でお友達になっちゃってね。小さな道案内人ってところか。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。もう少し調べたいことがあるんでな。首を突っ込みすぎて痛い目に遭わなきゃいいけど。俺はこれが効くからな。俺のことより自分を心配しな。だったOK， 现在在圈图。选图的话呢，这次来收集武器好了，我觉得这个武器蛮多的。OK。哦，来了，超强的猫咪。一代也有动物啊，但是不会抢，就是。有一个超强的猫咪。在这里的动物呢，都无敌的，而且回避力100。没错，打都打不死。我靠，突然来了。哎，这是打到我。牛了，我觉得二代比较小心。
どうしたの？お、頭痛了。立体屏幕，小松鼠头痛，看到另外一个小松鼠。力をどこで習ったの？魔女の力でも賢者の力でもないよね。敵かもしれない奴に手の内を明かせるかよ。ただどうやら俺の力はその場所に刻まれた時の記憶を呼び起こせるようだぜ。どうやら？あ、いや、それ以上は言えねえな。時の記憶。何を見てるんだ？さあ、行くわよ。パーティーに遅れてしまうわ。拜堂，回到教堂了。这边有一款，有一把武器，上次没拿到的。こいつか。哎呀！まだまだね。欲しいよね。用你的武器打你。有了有了，这个唱盘，为什么之前没拿到呢？难道我之前就直接跑走了？回去一下啊。完了，听过去。おっと、そいつは天使の歌声。まったくお前も人使いが荒いぜ。だが実は俺もこいつが楽しみでな。人間界でなまった体にはちょうどいい運動になるんだ。それじゃあ向こうでたっぷり楽しんでくるぜ。この先何千年も閉じ込められるなんて聞いたら連中が抵抗するのも無理はねえか。まあこいつはこれでも
愚痴を言うこともできねえがな。お、来了。カフカ。嗯，这个呢就会又配合香水会改变形态了。来看好了。OK， 多一把武器呢？哎呀，长这样子。它只能装在手上。弓箭，蛮帅的。还是把虫射出去，可以这样讲。咪咚，帅哦！走吧，试试看。二代的武器是算是最多的吧，比一代多很多。但是一代有一个好像有犯规武器，之后再玩给大家看啦。啊，不好用。快变洛克人了。对啊，背上背着锤子，没把它用掉。还有，重的话好像会撩起，慢慢撩起，不会慢慢撩起。慢吗？大青蛙，蟾蜍。
直接吞了。打 stone 打得不是很好。OK。哎，是走错了吗？不对啊，没走错。第三，就大概是这样子，没有别的。虫真的好用在哪里？还不太清楚。あんなところをただ目指して行ったって、日が暮れちまう。あれを見な。水の大聖堂。かつて山を祀る神事が行われていた。あそこにフィンブルベトルの中腹へ行くための天空橋を架ける装置がある。その橋を架ければ距離は格段に縮まる。詳しいのね。あの山に地獄への入り口があるって聞いたけど、坊や何か知ってる？地獄への入り口？あんたよっぽど悪いことしたんだな。あんたが天国と地獄どちらへ行けるか、あの山へ行けばわかるさ。来る者を拒む山だ。生きて帰れる奴はいねえ。坊やはどっちに行くのかしらね。俺は怖いの？坊や無理しなくてもいいのよ。うるせえ。俺はあの山に。坊や寄るな。哇，被吃掉了。哇，这件战斗我记得蛮漂亮的。悪いけど私が行きたいのは天国じゃないの。哦，东西越来越多。
揍你耶，好像想从下面吃掉。哦，被拽了。哎呀，出行的出一瞬间。哎，被拖到了。哦，超壮大的画面。咬了一下。
哦，超帅。あら、そう。でもあんたたちの都合はどうでもいいわ。さようなら。忘れるところだったわ。ちょっと頑張ってもいいのぜ。